茨城城は大阪府茨城市にあった日本の城である。現在の城跡は宅地化され、茨城神社に移築されたと言われているカラムテ門と、茨城小学校に復元された矢グラ門がある程度で、城を忍ばせるものはほとんど残っていない。茨城城の築城については、よくわかっていないが三節が言われている。建武年間に、楠木正キが築いた安富氏が築いた福富氏が、 気づいた茨城氏は、文安年間の文安年十五番長に、武行の一人として名前が見えることから、この頃より対等していたと思われている。また、茨城城の文献上の所見は、応仁の乱に、東軍の安富元綱方に属していた、野田康市中が、応仁元年5月20日、摂州茨城の城に陣を構えたと、野田康市中軍中城から見受けられる。 織田信長増文明十四年に、摂津で、国人一揆が勃発、細川正。まず同年6月に、三宅城を攻略、ついで同年7月には、茨城三郎が守る茨城城も攻略し、同年10月には、水田聖枝が守る水田城を落城させている。その後、茨城長鷹が勢力を拡大、細川高国と、細川晴元との対立では、晴元方について、 高国を廃止させ、天文七年には守護大となった。しかし、天文十七年には、春元と三好長兄が対立するに至り、翌天文十八年の江口の戦いで敗北し、市場から名前が消えてしまったことから、この時に茨城長隆は死亡したと推察されている。茨城重友に大が変わり、室町幕府の御家人として、織田信長の摂入国に侵入し、 茨城の本領を安堵された。荒木村重西系図茨城中朝は、本国寺の変野の打城、福島城の戦いで、高月城主、和田これ政と共に、織田信長の先兵として戦ったが、元気2年8月28日の白井河原の戦いで、重友、これ政と荒木村重、中川清秀の間で戦闘が勃発、重友はこ政ともども討ち取られてしまった。 同年9月1日、勢いに乗った荒木軍は茨城城を攻め落とすべく進軍を開始。茨城城兵も出撃、大田軍の山で鉄砲、弓で進撃を止めようとしたが支えきれず、結局城際まで攻め上った。この時活躍したのが荒木軍にいた槍の名手、熊田戦所で外角を打ち破り、ここに押し寄せた。城主銃朝はすでに打ち死にしているものの、 父の伊藤月祭やわずかな城兵が城内に残っていた。ここ付近で相当な乱戦になったようであるが、熊田千挙がここを突破、三の丸を占領し、二の丸を守っていた者たちは開城し降参した。いよいよ本丸だけになり、深夜、裏切り者が出て、城は炎上、落城した。この戦いで、茨城方の三百名以上が討ち死にし、茨城氏は滅びた。 奮闘する、中川清秀その後、一旦、茨城城には、村重の息子村次が入ったが、実質的な城守は、中川清秀で、この時に修復と大規模な拡充を実施、天正5年には清秀が正式に、茨城城主となった。翌天正6年に、村重が、織田信長に謀反を起こし、清秀も縁故であるということもあって、村重についたが、 同年10月28日に信長の調略によって、茨城城を開城し、織田軍に寝返った。天正十年の本能寺の変後は、豊臣秀吉に仕えていたが、静ヶ岳の戦いで戦死、天正十四年、息子の中川秀政は、数々の功績が認められ、針間三木城へ6万5千国に違法し、茨城の地は、秀吉の直轄地となり、愛城の城主であった愛のりす 川尻秀長が大官として茨城城に詰めていたようである。片桐勝元像関ヶ原の戦いの翌慶長6年に片桐勝元、定高兄弟が茨城城の上司となる。この時の状況を茨城市では片桐勝元の本領は立田城にあり、豊臣秀頼の補佐のため大阪城に詰めていたので、実質的には定高が上司ではなかったかと解説されている。 慶長19年に、方向辞証明事件が起き、勝本は、秀頼の名代として、仲裁に奔走するが、淀殿伝にうとんじられ、徳川方の内通者と疑いを持たれ、ついに、豊臣家と田本分かつことになる。大阪夏の人収領後、勝本は4万国、定高は1万6400国を与えられ、それぞれ勝田た藩主、小泉藩主となったが、勝本は、 慶長20年5月27日、徳川家康の維持路春府城へ赴く途中に病死した。大阪城が落城した同年5月7日からわずか20日後のことであった。江戸幕府は一国一条例を発布。これにより、摂津では高槻城のみが残り、勝元の息子、片桐高俊は、立田城へ、佐田高は、小泉城へ移っていった。 元那2年の茨城大官の間宮三郎、立会人の城中米の下で、茨城城は取り壊され、約200年続いた歴史に幕を下ろした。茨城市は、京阪新築の衛生都市で、茨城城は、その茨城市の中心地にあり、宅地化され、遺構らしきものは存在していない。正確な城郭は、小規模な発掘調査しかできていないため不明で、都の町、旧本丸町。 サスケ屋敷などの旧丁名より推測され、推定値として、東西220メートル、南北330メートルの範囲で、大城ではなかったかと思われている。茨城神社の石垣も茨城城の石垣を移築されたと言われている。旧ヤグラ門復元ヤグラ門一国一条例で、茨城城が廃城をするにあたり、茨城城城の門が各地に移築されたと伝承されている。 天保14年の茨城村伊豆昭和54年、空中写真、推定上角部分さは、茨城城が、廃城後の茨城村伊豆で、渦は1979年の空中写真で、茨城村部分になる。両図を退避すると、茨城村伊豆は成功に作図されている。この絵図には、佐助書き打ち伝授、五条石畑、五条石と記されており、 茨城城跡を意識されていたことが伺える。また、空中写真の上角部分は茨城市に記載されており、地名より推測されている。茨城城は西側を旧茨城側、東側は相川に挟まれた地帯に築城されて、特に西側の茨城側は外部からの侵入を防ぐ堀のような役割を果たし、北、東、南側にも堀を巡らしていたと思われている。しかし、 その茨城川も昭和24年に廃川となり埋め立てられ緑地化し茨城市民の憩いの場として活用されている。城郭につながっていたと思われる丹波橋の田元など元茨城川緑地には至るところで川の名残を感じさせることができる。本丸跡に立つ茨城城の標石茨城城に天守が記載されている古文献は見受けられない。しかし我が町茨城によると 本丸は町名により、旧本丸町のあたりではないかと推測されており、現在の茨城小学校と片桐町のあたりで、茨城小学校には、本丸跡の標石が立っている。地本丸のうちに天守大跡と称する土地ありとも、報告されており、茨城市、中川市時代に、織田信長方より、追記のノウハウを取り入れていたのではないかと思われ、また近隣には、 天守の可能性が指摘されている伊丹城、小清水城があり、天守が確認されている高槻城とも比較して、天守台跡には天守、もしくは矢倉のようなものが建っていたのではないかと、憶測されている。ありがとうございます。